まあ、この私たちが住む銀河系、私たちが住む銀河系が大体、のこの銀河系の中に太陽が恒星が大体1000億から2000億あるっていうんですよね。すごい数ですね。人間で考えるとあれですよね、人間の数が今70億ぐらい、70億人ぐらいですか。でそれから比べると1000億から2000億の太陽ってかなり多いですね、かなり多いですね。何十倍ですね。100倍まではいかないけど50倍とか、相当なあの多さですね。太陽の方が人間の数より多いですよ、この銀河が。銀河で、自分がクリスチャンになった頃、それが大体この宇宙全体に1000億から2000億あるって言ってたんですよね、はい。でちょっとね、砂の数、この地球上にある砂の数、沖縄とかね、日本はね海岸線長いですから、この浜辺の砂、海のマサゴっていう言い方しますよね。数限りないっていう言い方をするときに海のマサゴって、まあ、最近使いませんけど、でも海岸の海の砂のように言ったらもう数が数えられない、限りがないっていうんですけど、ちょっとそれと比べてどれぐらいあるのかなっていうね、その星の数、恒星の数、太陽の数がですね、宇宙全体で。でグーってみると、これはヤフーの知恵袋にこんなのありますね。地上、地球上の海岸にある、地球上のですよ、沖縄とか日本だけじゃなくて地球上の海岸にある砂の粒の数と宇宙にある星の数とどちらが多いですか。地球上の海岸にある砂の数の砂の粒の数と宇宙にある星の数とどちらが多いですかという質問があって、それをね答えたベストアンサーの人がいますね。これ2004年ですから、今から18年前、自分がクリスチャンになる4年ぐらい前ですね。でその18年ぐらい前の答えなんですけど、そういう問題を考えるときは砂や星の定義をどれだけ厳密に行うか、どういう条件で数えるかを明確にしないといけません。海岸にある砂は、堆積砂なので漂流砂よりも砂、粒径が、粒の大きさ、まあ 直径ですかね、が大きいでしょう。平均的な砂を仮定し、粒径、流径というんでしょうか、あるいは粒径を、2ミリ、まあ、ちょっと大きめですね、自分が考えるよね。1ミリぐらいでもいいと思うんですけど、まあ、2ミリと定めましょうか。1リットルの器に隙間なく並べるとしたら12万5000個、ああこれ数学的に、算数的に計算すると、1リットルの、ね、器に、この2ミリぐらいの砂を入れたら12万5千個入るそうですよ。で1立方メートル、これ1メートル四方、四方で、さらにこの立方体ですかね、この、1メートル四方の箱ですね、中に1億2500万個、1億2500万個でそうですよ。それが海岸線1メートルにつき平均10立方メートルの砂があるなら、1メートル、海岸線1メートルにつき平均10立方メートルという計算ですかね、まあ、ちょっと海岸線1メートルにつき、もうこの深さがもっとあるってことは 10メートル分あるってことですかこれね、はい。そうすると日本の海岸線、が、33,889km なので、約 4.24かける10の16乗個、10の16乗かける 4.24 なんだそうですね。まあちょっと計算、どういう計算か分かりますけど、まあ要は10の16乗かける 4.24 ですよ。でこれが世界の海岸の長さは日本の10倍なので、もうちょっと乗が増えて4.24×10の17乗個になる計算ですね。
一方星の定義を輝いている恒星に限定するものとします。はい、太陽ですね。そうすると1000億の銀河の中に平均1000億の恒星が輝いていると言われているので、星は全部で 10×10の22乗個、あ、もう全然この砂の数より多いですね。以上の比較では星、恒星の方が多いことになりましたが、粒形を変えたり海岸にある砂の体積の見積もりを変えるなどすると変えられるっていうんでね、まあ、だいぶこの星の数の計算の方が多いんですけど、まあ18年前こんなですよ。ところがですね、6年前、2016年にですね、ハッブル天文台ですか、ここになんか精巧なあれがあるんですよね、望遠鏡がね。それで見てて計算してみると、なんと星の数がどうも見積もりを少なくしすぎてたっていうことが分かったんだそうですね、6年前に。どうも10倍程度増えるらしいっていうことは、銀河の数がですよ、もっと多いっていうことが分かったんですね。どうも、2000億、1000億とか2000億じゃなくて、その10倍、1兆とか2兆の銀河があるっていうふうに、数値が変わったんですね。そういうふうにあるらしい。ということはもう全然地球上にある砂の数なんかよりもですよ、海岸にある砂の、宇宙の太陽の数の方がもうとてつもなく多いってことですね。もうね、ちょっと想像で絶しますね。これもう本当に自分はもう本当に神様がこれをね作られたとしか思いようがないです。そしてこの地上、地球っていうね、かけがえのないね環境の中にね私たちが住んでいるっていうことを考えるときですね、本当に神様が与えてくださった恵み、というものがどれだけすごいかっていうことをね、考えますね、考えさせられます。はい、まあちょっと、そんな感じ、大きな話ですけども、です。もう一曲聴いてください。これは、キャスリン・ミスンローっていう人のバイオリンですね。歌詞はありませんけども、バイオリンの美しい調べで、曲は、十字架の影にですね、聴いてください。
あ、失礼しました、あなたは愛されてラジオしています。さあ、ですね、ちょっと間違えてしまいました。はい、先週読みましたスティーブ・マクベイ、アメリカのスティーブ・マクベイ氏の、まあ、牧師さんですね、恵みの歩みの3部作っていうのがあってですね、グレイス、ウォークでね、僕は好き、自分の好きな、自分は大好きな本なんですけど、その中に恵みの地、もう人にねあげちゃったりしてから今恵みの地しか手元にないんですが、その中に、こういう文章ありますね。もう全てはね、もう恵みは神様がすでに全て与えてくださっているということですね。まあね、恵みを与えてくださいとお祈りしますけども、実はすでに与えられていて、受け取るだけなんですよね。もう用意されてるんですね、この天地創造の御業の中で、全てのものが、自然与えられて、そして、罪を犯してしまう人間にとってイエス・キリストが、この地上に送られ与えられ、イエス・キリストによって罪から解放されるという、これも神様がもうすでに与えてくださっているので、それを、キリストを救い主として受け入れれば、信仰すれば全ては、もう与えられる、与えられているという約束があるわけですけども、こんな文章ありますね。恵みの地の中に、キリストは私たちの人生のナンバーワンになりたくない。なぜ、実際には存在しないような現実をそれほど熱烈に抱え込んでしまうのか。二つのよくある宗教的過ちを申し上げたいと思います。第一に、寺院の場合ですが、主イエスを人生のナンバーワンとしなければならないと信じていました。これは一見素晴らしいことのように聞こえます。また表面的には聖書的にも見えます。しかしその考えには巧妙な危険性がはらんでいたのです。この考えの前提には、キリストご自身が私たちの人生でナンバーワンになりたいと望んでおられるという思い込みがあります。どうしてこれが巧妙な危険をはらんでいるかということになるでしょう、なるのでしょう。それを明確にするために次の質問を投げかけることでお答えしたいと思います。もしキリストがナンバーワンであるなら、誰がナンバーツーになるのでしょうか。2番目は存在しないのです。主イエス・キリストはそのような順列のリストに載るようなお方ではありません。主はリスト全体そのものなのです。なぜなら主は私たちの人生のすべてだからです。私たちクリスチャンにとって主から離れた人生は存在しません。私たちにとって生きることはキリストです。はい、これは使徒の働き17章28節とか、ピリッピ1の21とか、コロサイ3の4、3章とありますが、主は私たちの人生の中に、たとえそれが一番であろうと何らかの位置を取得されようとはされませんでした。主は私たちの人生そのものとなるために来られました。主はナンバーワンであり、ナンバーツーであり、ナンバースリーなのです。主はリストすべてであり、すべての根源であられます。クリスチャンになったばかりの人は、キリストがすべての領域に存在しておられることを理解しています。家族でキリストがナンバーワンであることを教える必要はありません。職場にあっても、休暇中でも同じです。キリストが人生の中でどのような順位になるのかなどというような発想はありません。キリストはすべてなのです。生まれ変わったばかりのクリスチャンは主イエス・キリスト付けになるのです。そしてある時、どのようにしてキリストをナンバーワンとするかという宗教の規則と、いわゆる歴史による奇襲攻撃を受けるのです。そうですね、なんかね、まあ、イエス様を一番にしなさいとかね、教会に礼拝行くのを一番にしなさいとかね、まあ、言うんですよね。だけどイエス・キリストは、イエス・キリストはもう全てなんですね。イエス様、神様があった上で、そして先ほど創世記読みましたけど、この地上があった上で、この世界が、地球、太陽、宇宙あった上で、私たちの人生、普段意識しませんけどね、また空気、酸素とかね、
ね、呼吸してること自体もね忘れてますよね普段ね。呼吸毎日して空気吸えてありがとうございますって言いませんからね。だから何も考えないけど この場所があってこそ私たちが、いる。そしてその、この条件は全て神様によって与えられているということで、そしてさらにイエス・キリストが来られました。だから家族よりもイエス様が一番だよとかね、そういう順序はないですね。全てあらゆる場所に神様はおられ、リストそのもの、ね、人生の喜ばしいリストそのものですね、はい、なので、本当にイエスを受け入れた時からイエス様が全ての人生の全ての場所に、介入してくださいますね。こちらが望めばね、そういう、そして、祝福が約束されていますから、本当にその用意されているものが見えるようになるということですね。そしてそれは感謝ですね、受け取っていくということだと思いますが、ヨハネの手紙第3の1章2節にこうありますね。これヨハネ、ヨハネの祈りですけども、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。はい、ありますし、エペソ人への手紙の19章、1章19節にはこうありますね。神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。はい、イエス・キリストを信じることによってそれを知ることができますね。私たちはそれに目を向ける、見ること、もうすでに与えられてるんだけど気づかないでいることを見るようにできるようになりますね。感謝ですね。はい、まあ、急ぎ出しでねちょっとお送りしましたけども、本当にまあ、いろんなねことありますね。ウクライナの戦争のこと、まあ、戦争っていうかもう侵略ですね、大変なことですけどもね。またアメリカのテキサスの小学校での銃撃事件とかね、まあ、ツイキャスで報告くださいました。カズワンの船体がまた引き上げられてて、これはあのあれですよね、知床の遊覧船が、乗客たくさん乗せて沈んじゃったこととかね、まあ、ずさんな管理、運航の管理、まあ、そういうこととかも本当にですね、心が痛いようなことがいっぱい起こりますけれども、まあ、その中でまた、神様に目を向けて、本当にね良いものを、神様から良いものを受け取っていく、祝福に目を向けていくということをまたしていきたいと思いますね。さあ、エンディングの時間ですね。もう一曲かけたかったんですが、これはまた次回にお送りしたいと思いますが、さあ、エンディングですね。先ほどのエペソ人への手紙の部分でちょっと今日は、小売店ブームの日ごと新たにも読みしたいと思いますが、もう一度読みましょうね。エペソ人への手紙、1章19節。神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、という祈りですね。これはパウロの祈りですね。パロのエペソ人への手紙の中での祈りですが、小売店ブームの日ごと新たに、5月24日のところですね。神の、ここにエペソ人への手紙1章19節がありますが、神の御言葉によって宣言された力は状況によって左右されるようなものではありません。状況は厳しいでしょう。しかし私たちは十分に強いのです。良い時にも悪い時にも、あなたは私たちに必要な力を用意してくださいます。天のお父様、何という慰めでしょう。
はい、本当に天地を神様は私たちのために作られ、そしてまたイエス・キリストをこの地上に送って、本当に悪の力から、悪魔から私たちを救い出してくださいますから、全てはもう用意されてますから、それを私たちが受け取ることができますように。今日聞いてくださった中に本当にイエス様はまだ知らない方、いましたら、ぜひイエス・キリストを呼んでくださいね。イエス様が来てくださいますね。イエス様を求めるならイエス様が来てくださいます。そしてあなたの人生に、寄り添ってくださって、あなたを本当に慰め励まし、あらゆる場所に介入してくださって、望むならばあらゆる場所で介入してくださって、あなたを祝福してくださいますから、どうかイエス・キリストを救い主として、あなたの人生を救う神様として受け入れてください。人生が素晴らしいものへと変えられますね。はい、本当にそれは約束しますね。神様の約束が素晴らしい。はい、まあ沖縄、梅雨の時まもなく、半分過ぎましたけど、そしてコロナウイルス、沖縄今日の人数が1600名ぐらいですか、先週より700名ぐらい減って、ものすごい数でしたけどね、だんだん減ってきましたね。本当にまあそれでも多いですけどね、気をつけて、特に家族がたくさんいらっしゃる方ね、本当に、かからないように、またかかってもまた重症化しないように、神様の守りがありますようにお祈りします。それではまた来週お会いしましょう。 God bless you。はい、次ですご覧の皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。素晴らしい祝福がありますように。 God bless you。